監督、おはようございます。おしどらサタデー、青島くんは意地悪を宣伝していただきます。はい。変な返事やめてもらっていいですか？あ、わかりました。恋愛に興味のない年下絶食系男子と35歳の干物女子の小さな嘘から始まる9歳差の協定恋愛のドラマ。ちょっと待って。多くないですか？なんかいろいろ。年下絶叫系男子。いや、絶食系。ああ、絶食系か。で、お相手が35歳の干物女子。干物女子、はい。これがいいんですよね。その9歳差の恋愛なんですけれども、はい、超王道のラブコメ。興味なかったけどちょっとした瞬間にこうキュンとなって、どこかで恋してる自分がいる。そこに気づいていくとより意識しちゃうみたいな。ここがキュンとするんですよね。なんだよ協定恋愛って。ハンバーガーでも食べに行こう。いらっしゃいませ。3番さんオーダー入りました。はい、そこテーブルチェックして、テーブルチェックして。青島くん、なんか一生懸命やってるんだな。あんなに普段ツンデレなのに。青島くん、なんですか先輩。いや違くて、ポテト一つ。ちょっとカッコつけてるけど一生懸命なところもあるんだね。そんな青島くんかっこいいよ。先輩も綺麗です。ありがとう。青島くん仕事してるところはかっこよかったな。青島くん好き。はい、カット。5分ぐらいやってたよね。